装っていうのは何ですか、はい、戦闘服というかやっぱそういったものですね。赤ちゃん時代はすごくこの、 女の子顔で地元 のジャスコで可愛い赤ちゃんグランプリのグランプリを取ってる。あ、そうなんですか。そうですね、すごい可愛い赤ちゃんだったんですよね、はい。まあ、そういう顔立ちだったんで母親がやっぱそれで可愛いって言われるとやっぱそれ欲するというか、うん、なんかやっぱそういったことで赤いワンピースを水玉のなんか買ってもらってそれを着てみたいなことをもうどれぐらいだろうな、 2歳とか3歳とかそれぐらいの時からやっていて、母親もやらせる母親ですけども、そういったところからやっぱ女装というよりもやっぱ変装とか変身願望みたいなのがやっぱこう芽生えてったりというか強くなっていってたのかなっていう感じですけどもね。その後はい、自分からそういう メイクというか女装をしたっていうのはいつ頃ですか。梅垣さん、梅ちゃんっていう存在を知ってからですね。ああいう化粧をしてドレス着てカツラかぶってっていうのを中学校ですね、中学に3年生とかもう文化祭ですでに女装してろくでなしを歌ってましたからね、文化祭で。反応はどうでしょうか。いや、すごく受けるんですよ、やっぱりそんなことする人がいないからっていうので、うん、野球部の当時のその顧問の先生にも、いやお前最高だぜみたいなお褒めの言葉いただいたりとか、そういうふうにこう喜んでくれる人もいれば、弟なんかはやっぱそんな僕は3年生の時、彼が1年生で1年生だったんですけど、やっぱりお前の兄貴さんみたく言われるわけですよね、同級生から。そうするとやっぱもうそんなことするなみたいなことで大喧嘩して、その時中学3年生の時にそういった弟はやっぱ嫌がってましたけども、まあでも喜んで楽しんでくれた人もいたしっていう感じですかね。で、現在三軒茶屋美和という役で活動されてますけど、これ一番最初の登場はいつだったんでしょうか。この名前ができたのが旗揚げ公演の時ですかね。エコダノガールズっていう作品をやったんですけれども、僕の役名が三軒茶屋美和っていう名前で、それをまあ今もずっと使ってるみたいな感じですかね。名前の由来は、三軒茶屋は三軒茶屋婦人会っていう演劇のユニットがあって、はい、それが僕好きなんですけど、みんな男性なんだけど女装していろんな作品をこう今上演してるんですけども、それのファンで、そっからまあ三軒茶屋というのを拝借、勝手に拝借して、美和は美和キロの美和ですね、大好きなん でまあカタカナにしたのはそうすると画数が多くなるからなんですけども。その後もなんか登場されてますけど、これはどうして使うことになったんですか。例えばまた美和ちゃん見たいわとか、美和ちゃん良かったねっていう風にまた見たいって言われると、やっぱまた見ていただきたくなるし、とかあとは劇団としてはすごく一つ言い過ぎですけど、ディズニーランドのミッキーみたいなもんで分かりやすいんですよね。このキャラクターとしてはっきりしてるから、そうするとその営業要員としてはとっても重要な存在というか、まずエコダノガールズどんな集団だって言ってあれが出てくると、やっぱあ、なんかその言葉にして伝える以外にやっぱこのなんか視覚的なものだったりとか、なんかそういうなので分かりやすいキャラクターではあるなっていう、まあ、そうするとやっぱ他にそういったものがなかったりすると、やっぱそれをどんどん使っていった時期をでも経て、あんまりでもあのキャラクターもやりすぎると摩耗してしまうので、今はちょっと減らすようにしてるんですけどね。もうなんでこの女装するっていうのは、意味合いですね、自分の中で。そうですよ、顔がやっぱすごく淡白で花がないですけども、なんか表に出る俳優さんってみんなやっぱ僕の好きな人は花があるし、やっぱ花のない人は
舞台立たない方がいいんじゃないかとかって思ったりもしますけども、そういった自分が一つその立ちたいと思うならば、やっぱそれなりにこの華やかなものを着て、あの華やかなこう化粧をして、華やかなカツラかぶってみたいなことで、自分をそうやってなんかうまくこの商品化しないともう舞台立っちゃいけないんじゃないかとかってこういう気持ちもあって、女装だから女性になりたいわけじゃないんですよねって、この華やかになりたいというか、そういったことであのドレス着てるわけで、ある面ではやっぱ自分にとって必要な側面ですね、あの女装してどうのこうのするっていうのは。